今日は久々に休日 Vlog を撮っていこうと思います。カルマチン、なんで笑われたんだ今。せっかく僕やったのに。マスコさん、初公開だね。まずお弁当作りますサツコおすすめ、僕おすすめ。塩レモンとわさびドレッシングどっち？塩レモンで。はい、塩レモンが決定されました。豆の主張が強くなった。豆サラダになった。カルボに餌をあげたところひっくり返しました。お分かりいただけるだろうか、この惨劇。はい、自分で掃除してください。コストコの赤身のひき肉ですね。これ今日使っていきます。これと玉ねぎをソテーして、でオムレツの中に入れていきます。
や、固まっちゃった。やべ。まずい。やばい、まずいよ、これ。まあでも、こっからね、どう接していくのかを。お弁当できました。海賊弁当。唐揚げ、リンゴ、肉、生ハム、サラダ。肉、メインとなっております。コストコで買った、さとこお気に入りのバスケット。お弁当詰めていきます。今日主食はね、この糖質低いローソンのパンとさっき作ったお弁当とあとカルボのお弁当リンゴ。今上高寺に着いたんですけど、湧き水がここで汲めるという情報があるにはあったんだけど、本当に汲めるのかな、わかんないんで。ボトルだけ持ってて、ボトルだけ一応持って行ってみますけど、ボトルだけ持ってってなかったあの人空のボトル持って歩いてるけど何やってんだろうね。ちょっと行ってみます。あるんかな。何にもなさそうだけどね。あったっぽいね。これそうかな。お水汲みの皆さんへ、駐車場までの運搬に台車まであって100円以上の錠剤にご協力するから。あ、ここにね。そしてあったね。よかったね。よかったね、マジで。うん、ないかと思った。ね、今100均で買ってきたんだけど。ちょっと今、驚愕の気にしよう。いやいや、そうか、これ別に持ち運び用じゃないから。横にしたらまずい。まあまあ、気をつけて持ってこう。はい。銀杏ご自由に拾ってください。これ銀杏の木だ。拾ってください、銀杏、銀杏。ないから、これでも拾っていくか。せっかくだから。はい、ということで上高寺さんで無事にお水をゲットできましたので、これで山田牧場の方面に向かってご飯食べてコーヒーと紅茶入れて帰ろうと思います。到着したけど、見てこれ、雪、初雪。寒いですけど、ご飯にしましょう。いただきたいと思います。いただきます。おー、自分で作って中身知ってるけどあ、ケチャップ忘れたね。今日は焚き火やんないけど、あったかいドリンクが美味しいですから、うん、いただきます。お肉、もうちょっと塩振ればよかったな。
紅茶いただいたやつめっちゃいい匂いしてる。わ、もう色味がすごいいいよ。おー、映えるね。うん、画期的だよね。美味しい。これ確かに温まって美味しそう。そう、ちょっとでもね、この冷たいまま食べた？食べた食べた。ちょっとだけでもね、柔らかくなってね。うん。これあり。いいじゃん。うん。アウトドアでなんか調理するのもいいけど、うん、お弁当作ってきてのんびりこういうのもいいよ。うん。ゆっくり食べられるからね。うん、唐揚げうま。どんな反応していいか市販品はやっぱり、ね、味が濃いからね、お弁当とかに入れるとあれだね。確かにちょっとね、今日普通に食べたらちょうどいいと思うんだけど、お弁当にしてはちょっと薄味だったね。でも体にはいいよ、薄い味。高所恐怖症の人には、ね、たまらないな。